はい、皆さんどうもこんにちは、山竹です。今日はですね、高校球児、元高校球児の私山竹が、パワープロにこれから挑戦 していこうと思いまして、今回、動画を撮ることになりました。でね、ちょっと最初はね、どんな感じで動画作れるのかなっていうのもちょっと確認したいっていうのもあるので、僕は小中一緒に野球やってたこのトヘさんですね、トヘさんと、対戦していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっとね、今回テスト的な感じになると思うんですけど、まあ、今僕がね、どれぐらいの実力なのかっていうのをお見せするのにはね、ちょうどいい相手なのかなと思っております。はい、昔よく一緒にね、パワープロオンラインをやってた、同級生ですね、中学の。はい、で、まあ巨人ファンなんで巨人やっていこうかなというところでやっていきます。でね、軽くちょっとオンライン潜ったりはしてたんですけど、まあ、なかなか打てなくて勝てないというね、非常に悲しい状況は続いているんですけど、まあ、今回はね、しっかりと勝っていこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。でね、まあちょっと最初ね、あんまりうまくいかなくても、これから僕がどのように戦っていけるかっていう、どのように成長していくかっていう、まあ、その過程もね、楽しんでいけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあね、なかなか最近このゲームも熱いゲームかなと思いますんでね、ぷよぷよばっかやってないで、せっかく高校野球やってたんで、このゲームをやっていけたらなと思ってやっているところですと。まあいつかピッチャーこのままで、野手はおビアヌエバが好調ですね。ビアヌエバ使っていきましょうか。ちょっとね、慎吾君が下がっててもらいましょう。あ、ゲレーロいいね。ゲレーロ、これね、俺ヨウダイができれば出したいんだよね。そうなった時にゲレーロ指名打者かな。ビアヌエバそれで入れよう。こんな感じでどうでしょうかね。シュンタは、あ、違う、シュンタは、あ、秋広も入れたいとこだけど、直樹入れる。増田がちょっと使いづらいんだよな。そうなると外野が松原か。松原を守備固めで持っていくのもありなんだけど、ちょっとパワーがね、落ちちゃいますね。外野もう一人入れたいね、やっぱり。そうなると若干大城はでも特殊能力が結構いいんですよね。チャンス B、 なかなか使いやすいんですよ。まあ一回これでいきましょう。はい、いきます。はい、ということでね、初、僕のね、動画史上初、このパワープロ2018やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、2018って言ってるんですけど、2019年の選手で戦えるのですごい面白いゲームですね。さあやっていきましょう。千賀か、こっち強いんだよな。もう159キロとかチートだからね、本当に。第2球投げました。はい、いいですね。さあ1番亀井投げました。おお、カソル割と合ってたな。さあ、まあミートで、1番ミートでいきましょう。ああ、今のはボールだったかもな。フェアか。ワンチャール、ワンチャール、ワンチャール、ワンチャール。ああ、惜しい。さあ2番坂本、ここはちょっと一発狙っていきましょう。あ、ストライクなんだよな。なかなかね、ストライクボールの感覚もまだまだわからないんですよね。ああ、速えよ、球がとにかく。そうそう、このゲームマジで打てねえんだよね。丸いきましょう。ナイスピッチだと、球持ちがよくて困る。おお、いいね。さあ、中学の同級生もね、実は最近買ったばっか、ああ、今惜しいな。最近買ったばっかっていうことなんでね、お互いに同じぐらいのレベルかなと思ってる。これでスリー。さあ三者凡退、全部キャッチャーフライとかそんなんばっか。さあこのボール、このゲームね、割とちゃんとボール球使っていかないとね、簡単に打たれるってことに気づいてないですよ。自分で打つと全然打てないのにね、すぐ打った。あ、やばい、危ない。インコース、あ、やばい。ナイスピッチが出ない。あー、これは落ちるか。あー、取れそう。おい、いきなり落下地点なしでやってるんでね、結構難しいんですよ。昔パワープロ11っていうゲームはやったことあるんですけどね、このゲームなんか全然違いますね、当時のゲームと。昔はなんかミートしていけばとりあえずヒットが簡単に打てるみたいなゲームだったんですけど、そんなこともなくなってしまいました。やばい、オッケー。グラシアル怖えよな、本当。ボールでいいからね、ボールで。オッケーオッケー。さあ、もうここはね、あんまり打たせないように。オッケーオッケー、フォアボールでいいです。ここはデスパのがまだマシ。やばい、オーブねー。今ちょっと不用意だったね。ういオッケーオッケーオッケー。これでちょっと3球勝負たまには出てみます。うりゃ、あー、走られていく。難しいな、外スラで。うらっ、いやー、見逃される。アウトローだな、アウトホー全スト。あ、やばい、いやー、まさかのライトゴロが。
できるんです、このゲーム。本当にひどいゲームだよなこれ。面白い。さあ千賀打ってやろう。これいい流れだぞ。あーなんか今ずれたな。あの辺タイミング全然合わないですよねこのゲーム。さあ打ち取られていく。ゲレーロ絶好調だからね。お来たんじゃないこれ、来たんじゃない来たんじゃない。さあ狭いヤフオクで、はい入っていく。千賀から先制ホームランですね、素晴らしい。さあ大観続け、大観第2球投げました。あーそれが全然合わねえ。はい、しかも球線が、線がの球打てるようになったけど大抵のピッチャー打てる気がするんだよね。投げました。うわーそれ打てないって、ミートバーソルちっちゃ。フォークくるよフォーク。投げた。あーカットボールだった、打っちまったよ。しかもさっきの ね、ゲレーロのホームランがマジ紙一重すぎたね。あの振っちゃうんだよ、速いと全然振っちゃうからこのゲーム。今日カットボール、いいよ強振でかましていこう。あーフォークは読んでたんだけどね、もっとしたか、なかなか。今もしかしてボールだったのかな。さあしっかりといきましょう。松田ね、インコース、これはストライクから攻めていこう。オッケーオッケー、いいね。さあセカンド打ち取ってワンアウト、いいですね。これでワンアウト。上林か、ミートちっちゃいんだよねこいつね。どうしようかな、内角低めから攻めていこう。投げた。オッケーオッケー、ボールでいい。もう一丁、今度はストライクで投げた。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。次はねアウト入りいきましょう。素晴らしい、対角線を攻めていくスタイル。坂本落ち着いてさばいてツーアウト、オッケーいいですね。明石か、こういうバッターはフォークとかで投げました。オッケー完璧、素晴らしい、打たせておるピッチング、テンポよくてね素晴らしいですね。さあ吉川直樹、このバッターがねかなり優秀なんですよね。特殊能力が強の強なんですよ。初球内野安打、ローボールヒッター。おいいね、あー取られるねよ。オッケーオッケー、ちょっと早かったね。投げました。ああ、ええ球。バッター追い込まれました。対角線よりね、投げました。ちょっとこういうずらしたとこに来るストレートの方が打ちづらいんだよね。カーソルが合いづらい。お、これ抜けんじゃない？いけるっしょ。内野安打、内野安打、内野安打。うわ、うめえな今宮。さすがに本物と一緒で。さあ、そして僕のリアルで一番好きな選手、炭谷銀次郎。さあ、次の投球。たまにねユニフォーム持ってると。スクリーンに抜かれるんですよ、隅田選手の。投げた。あー今打てたな。銀次郎はまだ1回しかこのゲームホームランやったことない。投げた。うわーいい球すぎるそれは。まあ強振でいこう、ここは攻めていこう、三振でもいいぞ。オッケー、あー遅いタイミングが、カーソルは完璧になったんだけどね、タイミングがとにかく遅かった。もしかしたら早く触れてたらいったもん。あー全然打てない、千賀の球が速すぎんだよな。オッケーオッケーオッケー、まあ、ここはねしっかりと行きましょう。これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターボール球でちょっと外しすぎだな。ナイスピッチ出したな。スライダーでじゃあ低めの、おいいんじゃないこれ、素晴らしい。次はねたまにはスローカーブとか使ってみる。全然今日使ってなかったんですよ。スラーブか、オッケーオッケー、いいね。おっしゃアウトハイ全ストで、お完璧きたこれ。今のはね打てない、ナイスボール。さあじゃあアウトローから、割とちょっと初球インコース攻めっていうのがねさっきから多いんで変えていきましょうか。ちょっとあやばいこれ、おーぶねーファール、オッケー。ちょっと今のは不用意だったな。スラーブを外低めに2球続けて、スラーブは割と初めてなんで相手もびっくりでしょうね。さあここでインハイで、オッケー、いい球素晴らしい。最後はインローに全ストで、うらオッケー完璧、いいですね、いい立ち回り。さあ今宮怖いね、外スラで1球ボールでいいんで、ストライクからボールになるのが OK、 素晴らしい。さあ次はちょい高めの、あーちょっと今宮は打ち取りたいですね。2番3番4番が割とえぐいんで、このソフトバンクってチーム、柳田、グラシアル、デスパイネでしょ、嫌なんで、まあ、ちょっとフォークでここも打ち取っていきたい。 OKOKOK、3球続けてフォーク、これ高めからストライクになるやつとか意外と打ちないんですよ。オッケー完璧、いいね。ちょっとでも怖いね今の球、
ジャイアンツ。この回は2番からの高打順。さあ坂本、ミート地でいこう。第1打席はファールフライ。オッケーないバッチ。初球打ち。オッケーオッケーオッケー。さあ坂本先頭バッター出るのはでかいっすね。坂本ナイスバッティングです。これで2打席の1安打。投げました。丸がゲッツー持ってんだなこれ。併殺。投げました。これはちょっと嫌な特殊能力ですね。なるべくすくい上げてこう。投げました。ああ今の打ってた。カーカーソルが下手だったな今の。第4球を投げました。インコースへ。ボール。走ろうか。さあ投球は5球目。ボールだよ。しゃー。オッケー。さあここで岡本。こいつも併殺なんだよね。さあ線が変えてきそうですね。誰だこいつ。初めて見た。スラーブだな。あーストレートか。線画に比べたらやっぱ遅いんで。外野前進しますね相手。あーやっちまったー。これなんだよなー併殺。結構良かったんだけどな感覚。さあゲレロかましていこう。ニートいこう。あサークルチェンジオッケー。そういうやつね。ミートで確実に1点取りに行きましょう。ゲレーロ怖いだろうなさすがに。さっきホームランってるし。第3球を投げた。直球を入れてくんだマジ投げた。サークルチェンジ強いんだよな。オッケー。ゲレーロは三振がついてね。スラーブ来ると思う。まっすぐだった。おこれいいんじゃないの。いいんじゃないの。いいんじゃないの。うわーくそ惜しい。さあうわーキレロキレロ。いやーそっかー今反応できなかった全然。テンポいいんだよな相手投げてくんの。さあこの回はさあここはドスコイ。この回は継続。この回はね頑張ってしのいでもらおう。2、3、4多分ソフトバンクを。あー今ちょっとあれだねグラブの先で収めなんだ。いやーこれ怖いなちょっと流れ悪いぞ。フラッシュあるかあれじゃね。シュート送るんじゃね。アホないわ。どうしようかな。1球高め前スト投げました。走れ走んねえな。フォークで振れ。よしとりあえず抑えた。ほいほい。オッケー。いやーちょっと危なかったね。できればやっぱここはねゴロを打たせたいんだよね。低めでとにかく低め。あやばいやばい今危ない危ない。俺まっすぐ投げようと思ったらスライダー投げにしまった。それやばくね。あー最悪だこれ。これは最悪。危ない危ない。いやーゲッツー欲しいねここ。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。さあ次の投球。あ来た。よしえなんでなんでなんで。おー今なんかちょっと一瞬のラグ一瞬のラグでセカンドに投げれなかった。最悪なんだけど。うわーやばいやっちゃった今の。福田周平か。ここはじゃあうちの。あーやつ使いたくねー。いや頑張れドスコイ。ドスコイ頑張れ。このままね抑えていきましょう。投げました。オッケーオッケー。いやーちょっとラグ急にラグくなるのやめとしようね。投げました。セカンドに投げれなかったというねゲッツー。完全にゲッツーコースだったに。投げました。オッケーオッケー。さあどうしようか。決めに行くか。ここはインロー前走。あやばい流し打ち。おぶねー。いや死んだかと思った今の。ちょっと危なかったね。さあじゃあここはねせっかく抑えたんで内観かましてもらいましょう。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。まあ初めの割にはしっかり締まった試合ができてんじゃないでしょうかね。うわなんか絶好調。おいいね。これは落ちるんじゃないの。オッケー。さあ甲斐野から陽大館先頭出塁。ここはダイソーでいくか。あでも大観ありなんだよな。重信をねちょっと守備固めで使いたいんでここはそのままでいきましょう。ビアノエバでもうかましてもらいましょう。落ちる球来るよ。来ない。カイノの下の球は何なんだろう。わー V スラすごい。もう一個スプリットかなチェンジアップかな。フォークじゃない気がする。おいおーびっくりした。真ん中あまりにも真ん中すぎて動揺してしまった。くそーもったいね今の。今のはもったいない。ランナーとランナーは一塁変わりません。さあ直樹第9投げた。相手もしっかりボール球から入ってきますね。投げました。スプリットだ。スプリットか。なるほど今のボールだったね。ボールちゃんと見れるようにならないと。第3球を投げました。オッケー。これは落ちるぞ。オッケーオッケー。いいぞ今のボールだったけどね。うまく打ってましたよ。ちょっと待って銀次郎お前は代打で行こう。まだ小林あ阿部がいるぞ。あ、チャンスに強い大城選手。よし、
さあ対左バツはついてるものの甲斐野ならいいんじゃねえの。ここはねミートで繋いでいきましょう。結構相手ボール球をね使ってくるんで次は入れてくるでしょうね。オッケー、おっしゃ、いい、うますぎ。うわしかもまたラグだった。危ない危ない、亀井頼むよ、チャンスセーフだけど。オッケー、これ次は入れてくるな。オッケーオッケー、よっしゃ、いった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 、よっしゃー、これは決まった、これは決まったでしょう。だいぶ配球読めましたね今のは。あーオッケーオッケーオッケー、この4点はさすがにでかい。さあさあどうしよう、大城がねもういいでしょう、まあ、お城でもいっか。いやでもここは小林にして、小林にしていこうか、せっかくだし。でピッチャーも変えていきましょう。さあうちの抑えはねデラロサ選手がいますんでね、デラロサに頑張ってもらいましょう。守備はいっかな、このままで。オッケー、他は小林以外はこれで。さあデラロサ頑張っていこう。初球はね縦スラから、あーいきなり打たれていくスタイルね。オッケーオッケーオッケー、切り替えていきましょう。オッケー、いい球。さあスライダー、オッケーオッケーオッケー。これで追い込みました。これねインハイのサークルチェンジが結構刺さるんですよ。第3球を、3球勝負だ、オーラ来たデラロサ見事。そうなんですよね、このゲームねインコース高めの遅い球って結構刺さるんですよ。あー今の不用意だった、あれが出なかったよ、ちょっとボール気味投げたかったんだけどね今のは。ちょっと不用意な、まあいい、これランナー捨てていきましょう。ゲッツーシフトでオッケー、もうね最終回なんで。うい投げました、よし、これもね1個ずつです、1個ずつで。ここは捨てていこう。オッケーオッケーオッケー、いやーオッケーですよ。え、バカ、おぶねー。あーこいつ真ん中、ちょっとデラロサは危険な球が多かったです。はい、ということで勝利を掴んでいきました、ありがとうございます。さあ中学の同級生トフェ様ありがとうございました。いやいい試合でしたね、なかなか僕的には亀井のホームランがかなり気持ちよく打てたんで良かったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね映像どんな感じで撮れてるかっていうのも後で確認しつつ、いろいろと、これからのあれにつなげていけたらなと思います。もしかしこれ映像ちょっと寄りすぎてるかな、なんかそんな感じするんでね、ちょっと次回の動画の糧にしていこうかなと思いますんでよろしくお願いします。多分これだよね、あ俺間違えてたわ、使うシーン使うやつ間違えてた気がする。あーまあまあまあちょっと切り替えていきましょう。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。ちょっとねこれから生放送交えつつもいろいろやっていこうかなと思ってますんでよろしくお願いします。はい、チャンネル登録や Twitter のフォローお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。